おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。肉団子の甘酢あんにしました。まずね、甘酢あんに使う野菜をね切ります。玉ねぎはくし形切りにして、ピーマンとパプリカは適当にね、なんだっけ、乱切りにしました。なんかね、今日あったかいなって思ってたら、子供たちが出る前まで暖房つけてたからだ。でね、出たらね、速攻消しました。できないからもったいないからね、我慢できるところは我慢しよう。で、今日はちくわきゅうりにして、久しぶりにね、夫の大好きな赤ウインナーです。懐かしいね、赤ウインナー。昔は赤ばっかりだったがね、自分たちがちっちゃい頃は。で、甘酢をね、混ぜ合わせておきます。分量はこれです。でね、肉団子で今日はしたけど、それこそまた揚げ餃子とかさ、なんだっけ、卵、カニ玉みたいな感じにね、しても美味しいよ。でね、しっかり混ぜ合わせておきます。で、肉団子に片栗粉をね、まぶします。で、よかんべ まぶして、うん、全体にね。で、今日はね、キムタマにします。どっか分量書いてたけどな、まだかな。あ、これですね、これ分量です。ちょっとね、ピリッとしてね、おかずにいいですよ。で、一回ざっくり混ぜて、で、キムチをドボンって、でね、ここでね、よか風にこう混ぜ合わせます。で、今日はね、フライパン1個で完結させたかったから、このロッジのスキレットの丸いやつです。キムタマから焼いていきます。これはね、6.5 インチです。サイズじゃないや、センチで言ったら16センチ。卵液をぐりっと広げて、こうそろーりと巻いていきます。で、巻き終わりかな。このね、キムチ、松前キムチって言って、
イカとかね、昆布が入っててね、美味しいの。私松前漬けが好きだから、キムチもね、松前キムチを買ってます。めちゃ美味しい。で、赤ウインナー、あのね、朝ね、夫にね、久しぶりに赤ウインナーだよって言ったらね、すごい喜んでましたよ。喜ぶ年じゃないのよ、もうもう50が過ぎてるからね子供かって。逆にね、うちの子供たちは赤ウインナーはマスクじゃないみたい。で、フライパンに少し多めのごま油を熱して、肉団子をね、焼いていきます。で、コロコロ転がしながら全体をね、しっかり焼いていきます。で、全体に焼き色がついたら野菜をドカンと入れて炒め合わせます。玉ねぎがさ、ひっついてるから、こうめつってっていうの、剥がしてっていうの、ひっつけて剥がし方、炒めてればね、剥がれるのにね。とても玉ねぎが気になってる様子ですもうここで諦めたんだろうねで、野菜がしなっとしてきたら合わせ調味料をザバッとかけます。そしてね、手早くね、混ぜてきて、あの、とろみがついたら出来上がりです。甘酢がね、美味しいよね。玉ねぎとか野菜が特に美味しい。詰めていきます。バランで仕切って、そしてね、アルミホイルじゃなかった、アルミホイルだよね、アルミホイルでカップ状にしてね、あの、うちほら、ちょうどいいカップがないから、もうアルミホイルをちょん切ってカップ状にで、メインのおかず、肉団子の甘酢あんから詰めていきます。スプーンですくおうとしたのか野菜が取れなかったね、玉ねぎがね、大好きなんですよ、私。で、パプリカとかをね、なんて言うんだろうな、バランスを見ながらこう色を出していって野菜を詰める。で、バランでまた仕切ります。ちくわきゅうりを詰めて、キムタマさんを立てる感じで詰めます。そして今のところに赤ウインナーを詰めて、ごま塩ふりかけ、シャッシャッシャーって、
梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。